勝利投手大分県のエース勝利投手マルチネス敗戦投手清水敗戦投手清水でした。大分県のエース選手にはドラゴンズ勝利投手賞として来年の日曜日に開いている映画通り券の 1% 大野雄大選手にはゴールデンスタート賞として、東田拓也選手にはドラゴンズナイツ選手として、静岡クラウンズの秘書からドラケンとした静岡クラウンズの門。岡林選手、辻田選手には、今日の被害者技能賞として、中国料理被害者より、つむさまに投入、被害者ラーメン。ドラゴンズは勝利チーム賞として、南信州農業協同組合から、JA 南信州水銀を、これはドラゴンズ一生ごとに選手会で贈られ、選手会からファンの皆様へ抽選でプレゼントいたします。なおこの試合ではドラゴンズステーション東海ラジオガッツライターの提供スポンサーはヤマトリースイエローハットイレミツコーさんライフズホーム愛知大学東洋校熱の予定公開バカマの支援 TYT ガレージ福祉総裁2名ワールド旅行を以上の各社から活躍したドラゴンズの辻田選手に主勲賞、木下拓也選手に感動賞が贈られました。